ハボロ港は北海道苫前郡ハボロ町にある港湾。港湾管理者はハボロ町。港湾法上の地方港湾に指定されている。日本海の北部に位置しており、ハボロ炭鉱で採掘した石炭の積み出し港として発展した。手売島、焼尻島への離島航路があり、地域の生活、産業や観光に利用している。調整用乱視量変参照中央布頭には、 北ルモイ漁業共同組合の関連施設が立地している。経流施設外各施設に裁き保管施設フェリー、羽幌港と羽幌町中心部周辺の空中写真撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。1887年に石川県人が捕鯨を始め、 ニシンの漁業者の来往が増えて、町が発展した。1932年の日本、国有鉄道ハーボ路線延伸開業までは、海上輸送が物資の運搬の中心であり、当時はハボロ川の川口付近の堤防で荷物の積み下ろしを行っており、船入り艦の集築が望まれていた。対象になって、ニシンが不良になると、沖合漁業への転換が必要となったため、 1925年には北海道町に船入り監修地区を陳情した。1932年に第2子港湾としての着工が決定し、1935年に一応の完成を見た。ところが翌年に発生した災害によって港内が埋没したため船舶の出入りが不可能となり、復旧のため毎年海底の査定を取り除く。 春節工事を行わなければならなかった。そこで1940年から羽幌川を港の外に流して港湾機能の回復を図る計画を立て、1943年に完成した。1941年には羽幌炭鉱の地区別炭鉱を結ぶ羽幌炭鉱鉄道が開業し、石炭の積み出し港としての役割を担っていた。ありがとうございます。